はい、こんにちは。浅三次郎です。えー、っと、今回は、ちょっと急遽動画撮らせてもらってるんですけど、その、なんちゅうか、訂正っていうんですかね。お詫び、訂正ですかね。その、今、その、自立支援金っていうのの申請期間が延長になったわけで、あの、まあ決まっ、決まったんですけど、その、 今まで6月末までが申請期限やったんが8月末まで伸びましたとまあそれはいいんですけどねそれはもうずっとなんやかんや言て伸びてきてるんでいいんですけどそのねまあそうやって申請期間が伸びたいうことでまあこぞっても皆さんいろいろ説明されてる方もおられてねで私それ聞いとってえちょっと違うととね私その当事者なんですよその 私は令和、えー、今年、令和4年の2月、1月まで生活保護をやったんで、2月に申請してるんですね、自立支援金を。で、その時に、あのー、ま、気になったより疑問やったんでね、2辺、2、3辺、2回はね、確実に確認しとるんですよ。それは何か言うたらね、その、この自立支援金っていうのは、3ヶ月サイクルっていうんですかね、 えー、3ヶ月初回初回の申請っていうんですかねそれが3ヶ月セットなんですよ。もう私らの場合単身世帯やったら毎月6万円が3ヶ月何事もなければ3ヶ月でそこから再支給してもう3ヶ月ってなるんですけどもうその私が申請した時に疑問やったのはそのちょうどねその申請するのが 遅くなればまあ誰もが思う気もやと思うんですけどその最初の3ヶ月はその申請期限内に申請すれば大丈夫なんですけどその再支給はどないなんねんということで例えば申請期限の前たら今まで言いましょうか今まで言うた方がややこしないもんね。 今でいう8月末、8月に申請した場合、初回の3ヶ月はまあ、いただけますと。その再式はどないになるねんっていうことなんですけど、私はその自分が申請するときにね、あのー、そこは疑問やったんですよ。一回申請さえすればもう3ヶ月プラス3ヶ月セットになるのか、いや違うねんと、その申請期限内に、あのー、初回の分が終わらんと、 再支給の対象にならないのか、そこが疑問やったんで、聞いたんですよ。ほんならね、初回の申請が、その申請期間内であれば、3ヶ月と3ヶ月がセットですと。だから、そこに、まあ、極端に言うと8月末までに申請すれば、3プラ3ヶ月プラス3ヶ月の6ヶ月支給されますと。はっきり言いよったんですよ。 それを私ね、動画でも説明してるはずなんですね。そういうことなんで、いうことで。あのー、やってるはずなんですよ。だからもう、そ,そこは変に自信があったんやかね。自分が、あの、ちゃんと自分で疑問を持って確認して聞い取ったもんでね。で、今回こうやってね、あの、また親戚が伸びたいことで皆さん動画で説明されてる方おってね。 で、どうも違うなと、その私が最初に思ってそれ、親戚期限内に初回が終わらんと再集できない,いことでみんな説明されてるんでね、えー、おかしいで、いうことで、その誰ですかね、SOS チャンネルさんとかね、あのー、まあ、この、これか、こういう関連よく話されてるんですけど、そこはコメントすら、コメント、S、入れさせてもらったぐらいでね、いや、それちゃうよ、言うて。 あの、初回が間に合えばもう6ヶ月もらえるんやでって入れたんですけど、また他の人もね、同じようなこと喋ってあるんで、あれもしかしても、ほんで確認したんですよ、これ。連休ね、5月2日ちょうど平日なんで。ほんで確認したらね、あの、いや、そんなことおまへん、その、再支給は、その、 申請期間内締め切りまでに初回が終わらんと再支給できまへんねんって言うからね、えー、私、コールセンターにその2月に確認したときにその、ちゃんともう6ヶ月はセットもんやって言われてますよ、言われたああ、あの頃あの頃はね、とか言って、いや、それおかしいやろ、変わりましたんか、たら前からそうですと。 けどあの頃のコールセンターはねなんかそのあやはのやつが相手しとってみたいな感じで言い張ってねえそりゃちょっと生なんでもうあかんのんちゃうんででちょっとすんませんあなたお名前教えてもらえますか?」い,いや名前ももう言えません」よえ何それほんなん私そあなた言うてることはまたおかしいでその名前も指名でけんねた名前はもう,もう言えないんです」って「はあ?」みたいな。 だからもう何ちゅうますのもう私こうやってコロナのね関連でもうこれもう2年間こうやってコールセンターやのやれ社協やのも何回もぼやいてますけどもうずっと電話してきてねもう毎回こんな目に遭ってるんですよ。何ちゅう確かなことを聞こうまで電話してんのに分かりませんやったらまだしも。 ちゃんと返事もらった答えが間違ってましたよ。で、それが間違ってるやん言うたら、なんかそれ誰が言いましたみたいな。<laughs> そ、そこおかしいやんなんでなのそいつは知らんことをなんか分かったように返事するみたいな。その、なんちゅうのそれ適当なコールセンターちゃいますやん。ちゃんとした答えなんとか、なんでそこ自分の思い込みとかなんか、 俺はなんか知ってるぞみたいな、なんでそこでそういう返事できるんかな思ってね。ほんまにもうつくづくもうまた最後の最後でまたこんなことでね。ほんまに。どっと疲れましたほんまに。ということで、えー、まとめ、まとめますと、えー、自立支援金は、えー 今回令和4年8月末まで申請期限が延びましたとで自立支援金は3ヶ月もらえるんですねで再支給のがあってまたさらに3ヶ月ってあるんですけど8月末までに申請すれば3ヶ月プラス3ヶ月セットで6ヶ月もらえませんっていうことで 再支給の3ヶ月ももらおうと思えば、それが初回のもらうのが8月末までに3ヶ月もらっとかんとダメっていうことですわ。だから6、7、8ともらってた人に限り、再支給が申請できる権利があるっていうね、なんかそういうことみたいなんで、変更になってもへん前からですねって言うとるけどね、私はもうそんな。 そこまではボケ取らんのでね、それも自分のことで自分で問い合わせてやっとるんで、それをちゃんと動画にまでやっとるんですけど、今更もそれ、どの動画で喋ってるかもちょっとわからんのでね、それちょっと訂正しようがないんですけど、もしこれ、あの、また見てもらえたら、見てもらえました、見てもらえたらね、そういうことなんで、はい。ということで、あの、毎度毎度なんか、ややこしいことで申し訳ございません。ということで、 以上です。失礼します。